カズハゴンドウは、クジラモカハクジラモクマイルカカカズハゴンドウ属に属する海生哺乳類である。世界中の温暖な海域に生息しているが、栄養を好むため見かけることはあまりない。ユメゴンドウやゴンドウクジラによく似ている。カズハゴンドウ属に属するのはカズハゴンドウのみである。カズハゴンドウは接触することが困難で、 集団座礁によって情報が得られる程度であるため、詳しいことはあまりわかっていない。1966年までは、カマイル家族ラガンリンカスに分類されていたが、現在ではカズハゴン同族ペパナセファラとして独立している。俗名のペポは、メロンを意図して付けられた名前であり、ギリシア語では、ペポには、メロンを意味するが、1998年、ゲール医学者デール。 W. ライスは、ペポは、ラテン語で、メロンではなくカボチャの意であると指摘した。英語では、メロン、ヘデットホエールと呼ばれているが、学名に忠実に呼ぶならば、バンプキン、ヘデットホエールと呼ばれるべきである。しかし生物学者もクジラ愛好家も、誰もそう呼んではいない。和名のカズハは、歯の本数が多いことに由来する。カズハゴンドウの体の形状は魚雷に似ており、頭部は丸くなった。 円錐状である。全身はほぼ明るい灰色であるが、顔だけは濃い灰色であり、しばしば仮面とも呼ばれる。胸びれは長く先端が尖っている。背びれは長く、シャチを思い起こすような形状である。横顔をよく見ると、夢言動ほどは丸くなく、これは識別するときの目印にもなる。生まれた直後は体長1メートル程度、体重10から15キログラムである。 成長すると体長は3メートルほどになり、体重は200キログラムを超える。寿命は少なくとも20年で、メスの場合にはおそらく30年以上だろう。カズハゴンドウは、特に驚いた時など、非常に早く泳ぐことが可能である。そういった場合には、水面からジャンプして、水しぶけを立てながら泳いでいく。少なくとも100頭程度の群。 稀には銭湯もの巨大なグムをなして行動する。そして、集団座礁してしまうことが少なくない。主にイカなどの糖足類を食べる。口元の白いラインが暗闇で光り、イカなどをおびき寄せて捕食する。カズハゴンドオは、世界中の熱帯から熱帯の沿洋に生息する。北限では暖流に沿った海域で見られ、例えばアイルランドの南の沖合での観察例も、知られている。 しかし通常は北緯20度から南緯20度の範囲の大陸方よりももっと沖で見られることが多い。ハワイやフィリピンのセブ島などは大陸方が狭いため、カズハゴン島を観察するには適している。確実なデータはないが、他の多くのマイルカカの種と同様に海遊は行わないと考えられている。ありがとうございます。